昨日夜4年ぶりに開催された隅田川花火大会は観客が100万人を超え過去最多となりました。隅田川花火大会はコロナ禍で中止が続き昨日4年ぶりの開催となりました。東京浅草周辺などにはおよそ2万発の花火を近くで見ようと過去最多の103万人が訪れました。地上350メートルの高さにある東京スカイツリーの展望台からは倍率159倍の抽選に当選するなどした900人が夜景と花火の共演を上から楽しみました。すごく綺麗で初めて見たので感動しました。何色の花火が好きだった？ハートのピンク。4年ぶりぐらいに多分浴衣を着て2人で出かけたので初めての体験で楽しいです。